あなたがもし宇宙人に襲われたらどうしますか？ Hi everyone, this is Toki. 南米ペルーの小さな村で身長2メートルの謎の生物が目撃されました。そしてなんと村人たちを襲い始めたというのです。あまりの恐怖に外出することもままならなくなった村人たち。その後、警察や軍に助けを求めたといいます。場所はペルーの北部にありますロレート県アルトナナイ地区で、エイリアン、地球外生命体のような謎の生物が目撃されました。先住民族のイキトゥー族、彼らが住むこの地区は謎の生物による襲撃事件が相次ぎ、彼らをパニックに陥れてしまったのです。そんなある日のこと、15歳の少女が喉の一部を少し切られて病院に搬送され治療を受けています。村人ではあまりのことに、女性や子供、さらに高齢者、その弱い者たちを守るため夜のパトロールが欠かせなくなったそうです。そして村の人々は謎の生物を人間の顔や臓器、脂肪を食べる伝説上の怪物を意味するロスペラカラス、あるいはエイリアンなどと呼ぶようになったそうです。全く得体の知れない生き物だった。きっと他の星から来た宇宙人に違いない。我々の武器は役に立たなかった。身長が2メートル以上ある者もいる。目の前で姿を消してその後再び現れた、などなど恐ろしい証言が相次いでるんですね。さらにこの部族のリーダーの一人、ハイロさんは、彼らは宇宙人だと断言しました。実はハイロさん、その宇宙人に出くわし、銃を二度発砲したそうですが、宇宙人はケロッとしており、全く怪我はなく、その場で立ち去ったそうです。宇宙人の体の色はシルバー。丸い形の靴を履いていますが、靴の底に何やら装置がついており、その装置で、なんと宙に浮くことができるそうです。宙に浮いているとき、宇宙人の靴は赤く光っているそうです。あまりのことに村人たちは1ヶ月我慢してパトロールをしておりましたが、どうしてもストレスが溜まって、村人同士でもギスギスしてきたため、警察や軍に助けを求めました。実はこの村はかなり奥まったところにあり、ペルーの北東部、ロレート県、イキトスから、なんとさらに川を船で行くような感じで10時間かかるんですって。軍隊や警察がその村に到着するまで10時間かかります。それでも要請があったため来たんですね。ペルー国家警察やペルーの海軍駆けつけてくれました。そして真相究明に当たったんですが、結論としてはエイリアンは存在しないということでした。さらにペルーの検察庁予備調査報告書によりますと、エイリアンだと思われていたのは、その近くの国であるコロンビアやブラジルから来た違法な金鉱採掘業者と見られるそうです。コロンビアやブラジルっていうのはペルーと同じ南米です。南米にはたくさんの国々があるんですが、お互いにゴールドが埋まってたり、地中深くいろんな宝石とかが岩の形で埋まってるので、それぞれの国に出かけていっては、見つからないようにこっそり採掘してるんですよね。そして売り飛ばすということをやるんですけれども、かなり環境破壊しているということで問題になっております。川が汚染されたりですね。ですから、お互いの国がお互いに、訴え続けてるんですけれども、なかなかこの密漁者たちを取り締まるということまではいけてないそうですね。で、このペルーは、都会に行けば行くほどものすごく発展してるそうですが、ちょっとその都会を離れると今でも先住民族がたくさんいるそうなんですね。この間ペルーを訪れた観光客2人の観光客はブラジルから来てましたが、なんと先住民族のペルー人200名に囲まれて命からがら逃げ出しています。この時人を襲うという言い伝えのペラカラスまたはピシュタコスだということを言われて、
このブラジル人観光客2人は、そういう先住民族の土地に入ったとは気づかずに、いろんなところ写真撮影してたらしいんですよね。で、それが気に障ったのかわからないんですが、悪霊がやってきたということで、この彼らがこのペルーの先住民族が言うペラカラス、あるいはピッシュタコスっていうのは、なんと人間の顔を引き剥がし、喉を切り、脂肪分を剥ぎ取って売ると信じられている恐ろしい伝説上の生き物です。それで怒り狂った先住民族、怒ってるんですけども、そーっと音もなく200名が近づき、そのブラジル人2人の足を縛って、もう本当に危ないっていうところで、たまたまペルーの国家警察の方が2人いて、駆けつけてくれて助かったっていうのがあるんですが、ペルーの国家警察は銃を持ってるんで、それでも2人だけではどうしても200名には太刀打ちできないので、すぐにやがて8人ですね、8人の警察官を呼び、それでどうにか収めたっていうんです。その時たまたま警察官がいたのでよかったんですが、もしいなかったら今頃彼らはもう本当に悲惨な最後を遂げてたと思いますね。先住民族の方々は今でも伝説のもとに生きてらっしゃるので、やっぱり気をつけて、ここは先住民族の場所だっていうところは把握して、そこは失礼のないようにしないと、どんな結果が待ってるかわからないです。その夜間パトロールをするぐらい、女性や子供っていう行方不明者が非常に多いんですね。特に少女、女性、これはですね、南米ペルーは人口が3300万人しかいない中で、今年2023年1月から4月、たったこの4ヶ月だけで、少女や女性の行方不明者が3406人に上ったことが公表されております。去年2022年だけでも5000人以上、6000人近くが、まあ、女性の行方不明者が出てるということなんですよね。ですから、まあ、一人で、旅行するときに南米などちょっと気をつけて行かれた方がいいのかなと思います。こちらの画像、フライングヒューマノイドです。フライングヒューマノイドというのは、人間の形をした何か得体の知れないもの、空を飛んでいるということで画像になっておりますけれども、つい最近撮られたようですが、まあ、このようにペルーではフライングヒューマノイドのような奇妙なものが数多く報告される国でもあります。まあ、不思議な国ですよね。ペルーといえば、ナスカの地上絵とかですね、マチュピチュとかですね、有名ですね。今回はペルーと宇宙人騒動、あるいはちょっとした最近の事情などについて触れてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。